What is up, everybody? Love Flap back with another video of Melty Blood here to present to you Mayaka Arima with some single play gameplay. So, of course, you guys already know we don't go in here with any practice or anything. I look at the move list sometimes as I'm in the match, but outside of that, that's all it is. So yeah, I hope her story is pretty engaging. I liked Akiha's story. It wasn't anything too crazy. It was pretty straightforward. And let's hope that Miyako's is going to be. Stick around until the end, guys, if you want to see who we're going to use in the next video. But before we get into it, make sure you like and subscribe. Wow, that's what it is. It's the VTuber. Story time. I don't know why my thing is acting up, but... Oh, a train while I'm recording at 1 o'clock in the morning. I guess she's not an elementary schooler anymore. ケイとやらはよく知りません。でもお兄ちゃんはお兄ちゃんなのです。無口だけどほんわかしていて、お父さんにもお母さんにも頼りにされていて、私が植木鉢を割ったり、道場の床磨きに車のワックスを使ったり、夏休みの宿題をため込んでも、 やれやれと肩をすくめて手伝ってくれる。そんな流れる水のように自然で優しいお兄ちゃんでした。なのに、それじゃ行ってきます。お母さんも元気で。あ、その日お兄ちゃんはとても早起きをして荷物をまとめて お母さんに挨拶をしていました。参ったな。みやこちゃん、今日は早起きだね。これから遠野の家に戻るんだ。なんでか今更呼び戻されてね。今までありがとう。これからも元気で。あ、でも道場ではほどほどに。建物も傷んできている。あんまり無茶な使い方はしないように。 兄ちゃんはそう言って、あ、そんなに嫌なら行かなきゃいいじゃん、とか。お兄ちゃんは美也子のお兄ちゃんなのに、とか。全力で止めたかったのに、いつも通り緊張して声が出ませんでした。私はお兄ちゃんを前にすると、 喉が詰まってうまく話せません。大丈夫、大人になればちゃんと話せるようになるんだから、なんてずっとお兄ちゃんがうちにいてくれると甘えていたツケが回ってきたのです。お兄ちゃん言っちゃった。でも仕方のないことなのです。党の命令には逆らえないと。 お父さんも。シンキングタイム。本当にそれでいいのかにゃ。まともな妹アピールもできずに敗北者になった。ビーム一つ打てないガール。え？誰だ？猫？猫が喋ってる！怪しすぎる。何者だお前。あ、さては噂の吸血鬼泥棒だな。 No time で 猫と吸血鬼をつなげて考えるのはよせ。Even I think that's ridiculous. It's crazy. うるさい。やっつけてやる。今の私はめっちゃ凶暴だかね。だから待てって。Wait, I said hold on, Miyako. That's funny. アリマ、ミヤコ。アリマ家の一人娘。血液型O型、身長130センチ、体重35キロ。 筋力 C、 耐久 C、 敏捷 B、 魔力 E、 幸運 A、 アークドライブ C。 小学生でありながら中国武術を確かに違いが分かる。 Oh, I guess she still isn't. Okay. で
間違いはないかにゃ。あ、パラメータは猫独自の解釈ですので、他作品と混同しないようお願いします。パラメータ?よくわかんないけど、それ以外は合ってる。おい、なんでそんなこと知ってるの、猫。それは私がお前自身だからね。私はお前の中にある猫的なものの集合体、心の声、すなわちマインドキャット。マインドキャット。そっか、やっぱりお兄ちゃんを遠野家に行かせちゃダメなんだ。よし、悪い偽物の妹からお兄ちゃんを力ずくで取り戻すぞ。そう、お前が本当にしたいこと、するべきことを教える Wi-Fi スポットのような存在。ってもういねえよ、あのシスター。大丈夫？物分かり早すぎるにも程が似合い。正々堂々お願いします。へえ、面白そう。オープンユアマジックサーキット、そっちによっ。Alright, she's a little bit more complex in terms of how she works. Oh. That's cool. She's cool though, oh my gosh. Dang. I like her. Miyako's fun, bro. Oh my goodness.Oh man. She is sick, dude. She's just like putting the hands on you. Absolutely insane.これも日頃のコンフーの賜物です。 Absolutely insane, bruh. よし、行くぞ。オープンユアマジックサーキット、ファイト。たまたまおう。Bro, you must be weak if you're losing to this. Or she must be really strong. This is embarrassing, bro. Oh. Dang. Everything at the wall.Oh, that's sick. Bro, she's just so fast. Dang, he is weak. That's crazy. That's nuts. これまでのあらすじ。無敵、あまりにも無敵。立ちふさがる敵を倒し、着実に悪の総本山に近づいているのであった。ちょっと待って、ちょっと待って、なんかおかしい、おかしいよね、なんか。あ
会う人会う人知らない人ばっかりで、挨拶もなしで襲いかかってくるし、私がカンフーの達人でなかったらとっくに刑事事件だよ。私は遠野のお屋敷に行ってお兄ちゃんを閉じ込める悪い妹をやっつけたいだけなのに。ほほん、それはなかなか興味深いお話ですね。空から黒いのが降ってきた。また私の邪魔をしに来たの。おっと、驚かせたのならごめんなさい。Girl's tripping. 大丈夫、私は町の治安を守る正義のシスター、あなたの味方ですよ、有馬美也子さん。その武術、八極拳ですね。よく練られたコンフーでした。この人いい人だ、八極拳だって見抜いてるし。私のことは親切なメガネの先輩と覚えていただければ、お兄さんにもそのように伝えていただけると助かります。それで何か困ったことはありませんか？私でよければご教授しますが。あの初めて来た町だから迷子になっちゃって。遠野のお屋敷へはどうすれば行けるでしょうか？駅前から30分ほど徒歩で移動した先にあるあの小高い丘の上ですよ。それと妹さんの名前は遠野明葉さんです。玄関で用向きを言うときにお使いください。明葉、うわぁ、こんな悪そうな名前聞いたことない。ありがとうございます、シスター先輩。その前に少しだけおせっかいを。今のままでは明葉さんには勝てません。あなたの八極拳には思い切りが足りないようですから、ここで一つ私が教授してあげましょう。特訓だ、旅先の特訓イベント来た。なんかすっごく剣士っぽい。オープンユアマジックサーキット、ファイト。Cooking.I just have to add in my lows now. Oh, I didn't know it did all that. Oh.Oh, that wasn't the right one. I did medium instead of light. That feels so good for you guys. Thank you. めっちゃ参考になりました、マーマ先輩。はい、マーマじゃなくてシスターでした。シスター先輩。私の八極拳受けてみろ。代行者ノエル、華麗に登場。オープンユアマジックサーキット、チャンス。まだまだ。Yeah, you want to be on the floor. Yes.
good throw. That is what I like to see. Oh. Come here. Good DP. Yeah. 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 Oh. I'm doing a lot of nothing. That is so funny because I'm just trying to figure stuff out while she's blocking. I don't think I have an overhead. That's not real. Dang. Yeah, I know this time. Oh! And I still messed up. That's crazy. Didn't have used magic circuit on it. Man, that was a lot of damage right there. Oh. Really? Okay, I got out of it though. Oh my god! Why am I doing so bad right now? What am I- oh. Because I keep mixing up some of them. Forward and back are two different ones. Yes.
には聞いていたけど、本当にお城みたい。きっとこの城のどこかに牢屋があって、悪い秋葉がお兄ちゃんを閉じ込めてるんだよね。早く助け出さなくっちゃ。しゃがめちゃいな。気をつけろ、上から来るにゃ。危な、なんかかすった。ありがとう猫さん。牢石はそこまでです。よくも白昼堂々と押し入ってきたものね。どこの資格かは知る由もなしですが、そもそも知る必要もありません。妙な気配こそ感じますが、血の匂いはごく平凡、正常と言っていい。ただの人間が当家に何の御用でしょう。金銭目的だというのなら多少は施してあげてよ。もちろん私を楽しませてくれた分だけ。それであなたお名前は？なんて悪そうな顔。間違いないよ、この人が秋葉だ。ううん、負けるもんか。私は泥棒じゃないし、泥棒はそっちの方でしょ。私の名前は有馬美也子です。お兄ちゃんを取り返しに来ました。有馬、あの有馬。そう、事情は察したわ。まったく、あの人はどこでもいい顔をして。いいでしょう、あんなものでよければ返してあげます。え、本当？もしかしてこの秋葉はいい秋葉？うん、ええ、私も鬼ではありませんから。分家の分家のまた分家、もうほとんど他人のような家柄のあなたがそこまで慕うのです。さぞいいお兄さんだったのでしょう。その家族愛に打たれました。さあ、こちらがお望みの新品です。返品は認めませんので速やかにお持ち帰りください。やった、戦わずしてお兄ちゃんゲット。一緒にうちに帰。そうか、俺がお兄ちゃんだったとはな。ぶっ飛ばすぞアキハー。オープンユアマジックサーキファイト。甘い、やるな。続けろ、オーハー。危ない。勇敢な八極剣士の活躍でお兄ちゃんが帰ってきたのです。ありがとう美也子ちゃん、一人でよく頑張ったね。That's crazy. No! はい、分かってます。大丈夫大丈夫。
日の冒険の成果かな。いろんな人と組手をしたおかげでお兄ちゃん限定の緊張癖は解消された。道場もリフォームしたし、お兄ちゃんの貧血も治ったみたいだし、もう怖いことは何にもなし。私の毎日はすっごくご機嫌なのでした。グッドキャッツ。エンドロール言っとく？Nice. In terms of how to play with her, I will definitely be putting her in my back pocket too. She feels fun to play with. She's a fun character. Really fast, really strong, really simple as well. Reminds me of Mash a little bit. But yeah, after the credits here, well, after the transition, I will show you guys the next character for the next video.何事も控えめに、基本に忠実なのはいいよね。I thought he was gonna say his own name for me. I think it's Shikitono. Shikitono. 攻撃に合わせてカード。Yeah, Shikitono. So we'll be using him in the next video. Be on the lookout for that. If you guys enjoyed this one, make sure you drop a like if you liked the video. Subscribe to the channel if you haven't, and I will see you guys in the next one. お疲れ様でした。また一緒に遊んでくれると嬉しいな。